ちゃ、こんにちは。さあ、はい、今日は久々の豊か園です。おー、いろんな野球のことを掘り下げて、まあそうだな、はい、話していこうと。ピックアップしてね。そうです。でこれまではじゃあ新旧の例えば2番バッター最強バッターは誰だとか、はい、あとは1番もやりましたね。で今日は3回目ということで、今日は4番いや俺打ったことないから分かんないけど、豊かさん、いや他はあるんだよ。4番だけはスタートないんだよ。そうなんですか。あるわけないじゃん、こんな小さな体。いやでもね、3番5番もあったら4番もあっていいのかなとか。いやまあね、うん、でも4番スタートってまあ高校とか、はい、そういう時はあったよ、アマチュアの時代は、はい、でもねプロに入ってから1回もない4番はないんですね。でも1試合打ったぐらいじゃ分かんないよな。まあそりゃそうですよ、適正は。今日は4番ではございません。あ、違うの今日はあるポジション、おう、ショートです。これは新旧いろいろあると思う。これ言っとくけど、はい、内野手の中、内野手っていうかフィールドのプレイヤーの中で、はい、まあ将棋やる人は分かると思うけど、セカンドは銀、はい、ね、ショートは金って言われる、俺の息づけは。おー、だからそのぐらいやっぱ大事なポジションだよね。あ、ショートそうですよ、ね、いやショートができる人っていうのはどこやらしてもうまいよ。その新旧で、はい、ショートの概念というか、うん、で変わってきてますよね。ちょっと変わってきてる。なんか昔は打てなくても守備、まあそうだな、はい、っていうイメージでした。まあ、そういう概念はあるよね、うん、まあ、それとある時代からそれまではショートの人が肩が抜群に強くてフットワークも良くてっていうね、うん、そういう人がやってたんだけど、うん、球場がだんだん広くなってきてからはやっぱセカンドのポジションっていうのが重要視されてきて、はい、やっぱセカンドに肩の強い人を置くという、これなぜかというと三塁打を防ぐためとかいろいろあるんだよ。だからちょっと時代的にいろいろこう変わってきてることは確かだな。そうですよね、はい、まあ、豊さんの時代のそのショートっていうとどういうイメージですか。どういうイメージ、うん、あの、いや、まあ、それはやっぱり一番うまい人が守るっていうさ、あ、いやイメージだよね。で豊さんの中ではどなたが一番。そら一緒に組んだ山下大輔さん抜群だったね。もうボールの取り方がこの人のなんかスポンジを持ってんじゃないかっていうぐらい、はい、もう柔らかく包み込んで、うん、で計算したように全力じゃなくてファッともう取ってから早いからさ、はい、うーって投げてファーストがパンと取ったら一塁ベースをランナーが踏んでくるという、はあ、だからもう計算され尽くしてるよね。そのキャッチングも送球も抜群だったってこと、うん、抜群だな。今若干肩が弱って、うん、あのそんなに特別な足を持ってる人じゃないから、はい、まあ、守備範囲とかっていうのはちょっと限定されるけど、はい、でも十分だね。で豊さんはじゃあその頃のじゃあ他のチームのやっぱ代表するショートの名手っていうと、まあ、例えば石毛さんとかさ、はい、西武のね、うん、石毛さんとか阪急で言えば弓岡、うん、で広島で言えば吉彦さん、はい、雑な すいませんよ雑なね、まあ、でも、はい、あの人の守備範囲と肩の強さっていうのは抜群だったからね。だから普通のショートが守る、うん、2メートルぐらい後ろ守ってたからですよ。え、そうなんですか、うん、だからやっぱ足で追いつけるのとやっぱ肩が強いからそこから勝負できるっていう。へ、で中日では宇野、宇野さん、はい、飛んでるとかポンっていうのがヘディングの宇野、はい、あ、でも名手だったんですね。いや、やっぱね簡単なボールは下手だったけど、はい、もうそのいっぱいいっぱいのプレーは抜群だった。やっぱりいい加減さが出るんだろうな。そこで、そこで宇野さんのみたいな、おい刺しちゃったよみたいなそういうものほどすごかったっていう。そうそうそう、それはもう高校時代から遡って言うと、うん、甲子園でドラフトにあんまりかかるような選手じゃなかったんだよね。でも甲子園のね一発のプレーがあったんだよ、はい、もうここであれしなきゃダメだって負けちゃうって言ったところで、うん、もうとんでもないプレーがをやったんだよ、はい、あいつはすごいってなっちゃった。それでドラフト、多分ね、多分俺のが記憶が正しければね、はい、うん、今度宇野呼ばなきゃ。そうですね、そのことも、うん、あの同級生でね。そうですね。でそうだな、ヤクルトは水谷さん、うん、だすごく綺麗な守備をしているというか、はい、基本がすごく丁寧だった人だな、この人は。やっぱり広岡さんに教えられてるっていうこともあってね、はい、で、まあ、太陽が
山下さんだったでしょ、はい、だからまあ巨人、はい、巨人はあの河野さんから岡崎とか、はい、あとそれから河合に変わっていくんだな、はい、で阪神が真由美さん、真由美さん、はい、まあ、真由美さんは打てるショートっていう、あ、守備はそうでもなかったな、あ、そうだったんですね、うん、だからそうだな、ショートっていうのはやっぱ特別だよ。そうですね、昔のショートってもしエラーしたらかなり言われてました。いやいや、目つぶってくれる、まあ、いや、みんなうまかったよ。いや、あのね、土のグラウンドで鍛えられてるから、はい、土のグラウンドでもさ、関西球場っていうのはすごく荒れたりだとか、はい、まあ、神宮球場でも学生が使った後に、まあ、グラウンド整備はするけどもさ、まあ、だけどその荒れてたりだとかね、で、名古屋も甲子園、はい、で広島市民球場、広島市民球場も硬いところと柔らかいところとか、はいろいろその球場によって特徴があったし、うん、だから本当に基本がしっかりしてないとボールって取れなかったんだよ、ね、昔はね、はい、だから本当にあの昔の練習を思い出すと、もうコーチがうるさかったよ。ダメだ、もうダメだ、お前そこ正面だと思ってるんだったらダメだとか言って、はい、ね、もうちょっと左だって、うん、とか入る位置が違うとか、はい、ボールがお前体に入りすぎるとか、うん、もうちょっと前で取るとか、もう本当に事細かに教えられたよ。だ、守備に割く時間っていうのもすごい。いやいや、もうね、うん、あの田代さんなんかは5分のバッティング終わったら、うん、残り時間ずーっとノックされたんだから。え、そうなんですか、バッティングか、まあ、俺は決して下手な三塁手っていうのは今から考えると思わないんだけど、うん、やっぱそのぐらいノック受けてたよ。ですね、もうヘトヘトだもん、もう試合前にヘトヘト、もう本当にあのなんかこう張ってるエラーがちょっとちっちゃくなってたのかっていう、そのぐらい、いや、そのぐらい受けてたから本当に。あ、だから今とちょっとやっぱり練習量も違ったんですね。違う違う、あ、いや、練習量っていうか、うん、教え方っていうのがやっぱうまかったというか、昔が、うん、しつこかったというか、うん、だ、それに付き合ってたというか。そうですね、うん、そういうことですね。で、昔のショートの選手って大体皆さん何番を打ってるイメージが多いんですか？あ、やっぱり守備重視っていうことを考えると、はい、やっぱ打つことよりももうとにかく守ることが大事だって、うん、今逆でしょ、はい、打つことの方が大事で打てたら守れるという、ね、うん、まあ、そういう時代なんだけど、まあでも真由美さんなんか一番打ってたしさ、吉岡さんも一番打ってたでしょ、はい、で、宇野なんかクリーンアップって言ったしね、水谷さんがやっぱり1番か2番とか、大体やっぱ上位、やっぱセンスがないとショートなんかできないから、うん、野球のセンスが、はい、だからまあそこら辺のセンスもあったんだろうね、うん、山下さんがだから6番とか打つこともあったし、1番打つこともあったし、はい、でも7、8、9は打ったことないと思うね、山下さん。あ、だからまあそれだけやっぱり負担のかかるポジションで、うん、そういうことをするっていうのは相当な精神的な強さもあるし、うん、体力もあるんだろうね。そうですよね、うん、でそこから時代がちょっと変わっていって、私なんかの頃は例えば新井場コンビの例えば井端さんだったりとか、はいはい、まあ、井端さんと新井さん、俺はね、井端は、あ、そうか、やっぱショートかイメージなんですね。そうだな、まあ、まあ、ショートだな、変わることあ、まあ、井端はあれでしょ、歴代の中でゴールデングラブもらったんでしょ、ずっと通算通算でずっともうずっと誰がショートかって言ったら井端って決まったんでしょ。ああ、やっぱなんかそういうイメージなんですよ、ね、え、辞退しなくていいのかみたいな、ね、いや、そうそうたるメンバーがいるからさ。ああ、まあ歴代の、まあ、例えば阪急の大橋さんっていうのは抜群にうまかったからね、この人は。いや、だからその目立った選手はそうね、はい、そういう賞を取れるかも分かんないけど、うん、太陽にね、山下さんの前に米田さんっていうのがいたんだよ、はい、この人が半端なくうまかったらしいよ。あ、そうなんですね。ああ、山下さんもその人には一目置くぐらいだから。あ、その神様みたいな感じだったんですね。そうそう、あ、そうなんだ。いや、そのぐらいやっぱりうまい人がいたというね。お、うん、だ、そう、まあ、私の感覚だと例えばね、井端選手であったりとか。いや、井端もうまかった。宮本選手であったりとか、坂本もいるよね、今。今そうですね、坂本選手になったりとかですけど、こう近年になるとショートってどういう風に変わってきてるイメージですか？雑になってきてるよな、守備で、うん、あの、綺麗になってる、綺麗になってる、あの、決めがないというか、うん、やっぱ取る
ステップをする、投げるっていうのは、これ一連の動作で綺麗に行わなきゃいけないんだけども、はい、ファーッと流してしまう。それ誰くらいの時代からそうなっていく傾向に？やっぱ人工芝が増えたからな。だから流すプレーが多い。それ流すっていうのは選手にとっては楽なってことなんですか？綺麗に見せるよね。だからうまく見えちゃう。そう、そうなんですよ。うまく見えるけど、こいつ大事なところでやるなっていうのが、俺らから見るとね、はい、だから今歴代で一番、歴代っていうか今現役で一番うまいって思うのは誰だと思う？私言われてんの今宮選手とかうまいかなと。坂本選手はどっちかって派手なプレーがすごくうまいかな。いや派手じゃないんだよ坂本は。何ですか？もう膝が悪いからついていかないんだよ。だから言ったじゃん。そしたらその後に動画で撮った時、後に膝が痛いとか言ってて登録抹消されたじゃん、はい、やっぱ膝が原因だったんだなって思うんで、見てたら大体その撮り方だとか、はい、ボールの入り方、うん、高さ、そういうのを見ると、うん、ああどこに来てるんだっていうのが大体分かるんだけどさ、はい、今代表されるのは源田だよね、評価されてる、はい、うん、俺源田が気に入らないところはやっぱ流すんだよプレーを、うん、取る、殺す、ボールをステップする、はい、一連の動作でやってるんだろうけどさ、決めがね、甘い。決めがないってことなの？決めがない、うん、これは決めがあるのは今宮。あ、俺はだから今宮が、はい、宮宮じゃなくて今宮が俺は一番うまいと思う。そうですよね。あのね、やっぱ体力的にもね、人工芝で、はい、やっぱこう踏ん張るとか決めを作るっていうのは大変なんだよ、うん、一瞬にして決めなきゃいけないから。それを楽してるのが源田。源田選手最初からそうだったんですか？源田はね、上手くなる途中はね、ルーキーのとこから使われて土のグラウンドでは下手だったんだよ、はい、ね、で決めがないから、うん、グローブの中でボールが遊んだりとかいろいろしてて、はい、でもやっぱ練習したんだろうな。それから上手くなっていく途中で、はい、ああこの子は素晴らしいショートになるなと思ってた、うん、で最近見てると楽してる、うん、楽っていうのは一つの技術でもあるんだけど、はい、今宮から比べると楽をしてる、うん、で楽をしない今宮は体に来てるんだよ。ああ、そうですね。そうだよ。そうなんですよ。いやだからどっちを取るかっていうとさ、これは難しい問題なんだけど、はい、でも今宮の俺はショートは今ナンバーワンだと思う、うん、一番うまい。安定感もありますもんね。安定感と決めっていう、うん、そういう、こうボールを取る、しっかり踏ん張る、投げるっていう動作が一番基本に忠実で抜いてないのが俺は今宮だと。他に今宮選手みたいにその決めがある今ショートっていますか？例えばまあ DeNA だと今森選手とかショート守ったりとかもありますし、うん、森はまだまだだな、まだまだ足元に及ばないというか。中日だったら、まあ、今あれですけど京田選手もショートを守って。京田はうまいよ、はい、京田うまいけど、うん、やっぱ打てないから下手に見えちゃうんだよね。もったいないんだよ。いや、いないな。小園がそうなりそうだけどね。ああ、そうですか、うん、小園がそうなりそうだけど、うん、あれもしっかり教えてやると抜群のショートになると思う。でそれも教える方ですね。いや、もうね、教える方がね、教えてない。これなぜかというと、100% の力をゲームに注ぐということで、やっぱ練習を少し抜き気味なんだよね。そうじゃなくて、しっかりできる人は抜いてもいいけど、うん、ね、しっかりできるまではやっぱしっかりした教えをしないと、うん、これはね、いい、本当にうまい内野手、また特にショートっていうのは育ってこない。そうですね、うん、あと最近思うのが、取るもそうなんですけど、一塁への送球で結構ミス、暴投とかしてる選手を見かけるんですけど、それはね、もう全体的なキャッチボールが減ってるもんね。だって少年野球に教えに行って、まあ、現役選手でも教えに行って、まず何言うかっていうと、野球はキャッチボールが全ての基本の中に含まれてるって言うよ、はい、絶対に。じゃあその含まれてる部分を今プロとして、ね、練習した時にしっかりやってるかっていうことだ、うん、多分できてないと思う。しっかりしたキャッチボールをすれば、それだけで練習終了してもいいぐらいだ。そのぐらいね、もう汗びっしょになるぐらい昔はやらされたよ、うん、それはやっぱ試合で 100% 出すために、そこはちょこっと、まあ、手抜きではないですけど、うん、っていう風な傾向になりつつあるってことなんですか？いや、あるんだろうな、うん、やっぱ厳しいこと言ったり厳しいことさせたら、
嫌われるから。でも将来的に見るとそこが一番大切だけどね。そうですね、大切でやっぱそこをしっかりやっとけば、うん、あとは崩れなくなるから。うん、だからそういうことをもう一度、これは時代とかじゃなくて、うん、そのスポーツが持つ特性だからさ、はい、何を大事にしなきゃいけないと、うん、だからそこら辺はやっぱこう丁寧にしっかりやった方がいいよ。そうです、ね、これは疲れるとか疲れないとか言うよりも、うんうん、じゃないとそれができてないから野球が乱れるというか、あのやっぱり今年もね失策とかもやっぱり多いですし、俺ね昔ねあんなにピッチャーがねバント処理とかセーフティーバントで一塁に暴投投げてるシーンっていうのはそんなになかったような気がするんだよね。ピッチャーのフィールディングっていうのももう甘いと思う。甘いんですか、まあ、ただ確かにね人工芝が増えて踏ん張りが効かないっていうね、うん、はい、球場が持ってる特性によって守備を乱されてるっていうこともあるけども、まあ、だけどやっぱりなんて言うんだろうな、基本はしっかりやらした方がいいね。そうですね、うん、ここからまた未来に向かっていくに連れてショートっていうのはどういう風になっていくと思います？また昔の原点になってます？ね、まあ、ショートだけじゃなくて、はい、まあ、野球のスポーツって1試合2試合だったらまだしもさ、やっぱり長期戦になってくるじゃない、はい、で、まあ、高校野球なんか一発勝負だよね。そうなってくると何が一番大切かって言ったらやっぱりディフェンスなんだよ、はい、ピッチャーを含めた、うん、そこら辺がやっぱこう確立してるチームがやっぱ強いし、うん、まあ、大阪桐蔭なんかも打撃のチームで相手をこうねじ伏せていくよね、打撃でね、はい、そういうチームがあってもいいけども長期間戦うんだったらプロ野球みたいにディフェンスの大切さっていうのをもう一度こう目を向けた方がいいよ。そしたらね勝てるチーム、安定してるチームになる、うん、でその一つがやっぱり要としてはショートっていうところに、ああショートのポジションは大事だな、ね、精神的に強いやつじゃないとダメだしさ、うん、まあ、慣れも必要だしさ、はい、うん、これはやっぱショートのポジションは最初冒頭に言ったようにセカンドは銀、はい、ショートは金、このぐらいの差があるということで、ね、そうですね、はい、というわけで今日の豊か園はショートについて深掘りしていきました。